質問がね思ったより多く届いたので早速答えていこうと思います。予想外だね。じゃあ行こう。もしカリム君と実際に会って話せるなら何を話しますか？将来についてだね。将来どうするのかとかさ、どうしたいのかとか聞きたいよね。シンプルに気になる。カリムに着てもらいたい他の寮服ってありますか？先生たちの服とか RSA の制服も含めて、ディアソムニアの寮服。もしカリム君と休日を過ごせるなら一番何をしたい、または何をしてあげたい？カリムのためのパーティー。今まで一番好きなカリムの衣装は？ハロウィン衣装。カリム先輩の次に好きなキャラは誰ですか？一人でなくても構いません。ジャミル、マレウス、リリア。カリム君の部位の中でどこが一番好きですか？腕。カリム君の魅力を20字以内で述べてください。表情が豊かですごく笑ってくれる優しい子なんだよね。ちょっと鈍感なところもあるけど、言えばちゃんとそれを直そうと努力するところもいいよね。カリムのいいところ20個ほど。可愛い、人に優しい、心が広い、笑顔がまぶしい、おっちょこちょい、すぐ泣いちゃう、裏表がない、素直に謝れる、何事も改善しようと努力する、相手を一方的に責めたりしない、人のために動ける、すぐ怒らない、誰とでも仲良くできる、表情豊か、天然、すごく可愛い、とにかく可愛い、あら、まあってぐらい可愛い、あって思った瞬間が可愛い、やばい可愛い。あなたはカリムの何ですか？家来。カリムを漢字一文字で表すとしたら何ですか？愛。カリムの一番好きなカードはどれですか？寮服カリム。一番好きなツイステのパソストは何ですか？カリムの実験儀。カリムでアイウエを作文やってほしいです。あーカリム、いたんだね、すごいねカリム、うんすごいよカリム、え何それ、すごいじゃんカリム、おっと危ないよ、すごいねカリム。そろそろカリム君のイベント SSR が出てもいいと強く思いますが、出てほしい衣装やイベント内容がありますか？K4 部のディズニー名曲アレンジイベント来てほしいな。衣装はね、エレクトリカルパレードみたいにすっげーめちゃめちゃ光ってるイルミネーション満載の衣装が欲しい。使えるようになりたい魔法は？スネークウィスパー。ツイステに行けるとしたら何したいですか？カリムに会いたい。今までやってきたイベントで好きなものは？スケアリーモンスターズ。自分が寮に入るとしたらどこに選ばれると思いますか？消去法でイグニハイドかな。ツイステ6章と7章、どんな風に話が進んでいくと思いますか？6章で序盤はグリムの問題は一旦スルーかなって思う。でいつも通りの日常から始まって、そこからなんかイデアの家計問題の話とグリムの過去とかがリンクしていろいろ巻き起こるんじゃないかなって思ってる。もう全然予想がつかない。7章についても全くわからん。グリムは最終的にどうなると思いますか？なんかグリムは死なないとは思うね、さすがに。でも生かしておくと危険な存在だけど殺さないみたいな展開になるんじゃないかなって思ってる。なぜかっつうと、俺たちのハッピーエンドを見せてやるよって書いてあったんだよね、公式サイトとかさ。そういう何キャッチコピーがそうじゃん。この言葉の意味が通るのってそれぐらいしかないかなって思ってる。なってみたいツイステキャラは？マレウス。自分の性格と一番似てると思うツイステキャラは？イディアかエースだな。今まで一番お気に入りのサムネってありますか？カリムのガラクチュール第1話のパソスト。ツイステに限らず今までゲームに課金したことはありますか？ツイステほどではないけど課金したことはあるね。ファンネームみたいなものを作るとしたらなんていう名前にしたいですか？なんていう名前にしたい？ないな、特にクソボンジンズとか。男性キャラの方が押されているイメージがありますが、女性キャラクターは苦手とかなんでしょうか？いや別に苦手ってわけじゃないよ。好きになったキャラがたまたま男性キャラクターが多いってだけで、
別に苦手ってわけじゃない。あ、でもなんか萌え萌えしてる女性キャラクターはちょっと苦手かも。同担拒否持ちですか？ No。 チマやクソ凡人の由来は何ですか？チマに関してはチマチマする作業が多いなーって何かしてる時に、ね、思って、それを思い出してそこからチマを取っただけで、クソ凡人に関してはただただ俺って凡人だなーって思って直感的につけたね。チマさんのアイコンなんで猫なのか知りたい。犬なんだよ。チマさんの絵とかって描いてもいいですか？もし描いたらタグとかつけた方がいいですか？良い、タグはお好きなように。生放送の配信予定とかないんですか？今のところはないね。やり方がわからないし。好きになりがちなキャラの性格とか見た目は？主人公に優しめのキャラは好きになりがちだね。自分史上一番ファン歴の長いアイドルやアーティストは誰ですか？誰だろうな。でも乃木坂とか日向坂じゃないかな。多分日向坂46でどのメンバーが好きですか？カトシと松田コノ。好きな声優さん知りたいです。内山聖輝、森川俊幸、さくらあやね、早見沙織さんぐらいかな。二次元の推しと三次元の推しトップ5。二次元は、まあ、カリモン除いてなら、サボ、乙骨ユータ、五条悟、犬巻トゲ、リヴァイ兵長。三次元は加藤志保、松田好花、生田絵梨花、鈴木彩音、浜辺美波ぐらいかな。動画制作やゲーム以外の趣味は何ですか？映画見たり漫画見たりかな。キノコの山、タケノコの里、どっちが好きですか？タケノコの里。チマさんは今ツイステメインの動画投稿ですが、今までしたことないもので他にしていく実況とかありますか？特に決めてませんね。チマさんの好きな作品、漫画やアニメ、映画などのトップ5をぜひ知りたいです。別に順番とかはないけど、アラジン、ワンピース、呪術廻戦、チェンソーマン、ハリーポッター、あと進撃の巨人。飛び出ちゃった。ディズニー好きになったきっかけは？小さい頃から好きだったから覚えてないな。もうわかんないな。彼女さんいますか？よくディズニーランドの話をされているので気になっていました。いませんね。まあ俺にしか見えていない彼女ならいるけど。どうも皆さん、おはこんばんにちは、ちまじゃ。好きなディズニー作品トップ5を聞きたいです。アラジン、ラプンツェル、美女と野獣、トイストーリー、リル&スティッチ。ディズニーの好きなアトラクションは何ですか？プーさんのハニーハント。目が覚めると目の前に推しが。チマさんは何をしますか？匂いを嗅ぐね。大体何十代ですか？ご想像にお任せします。マリオのゲームの実況はもうやらないのですか？あれすごく面白かったです。マリオね、やってもいいんだけど正直そんな見てくれないのよね。まあ視聴者回数が全てってわけじゃないけどさ、やっぱモチベがさ死ぬよね。精神年齢は何歳ですか？150歳です。何歳ですか？150歳です。ツイステ始めたきっかけは？ディズニーのアプリが出てるって何かで見たんだよな。なんだろう、何で見たか忘れたけど、それでやってみようってなったから、まあディズニーが好きだったからだね、言っちゃえば。東堂の好きなタイプは？あ、間違えた。チマさんの好きなタイプは？よし、じゃあ終わるか。よく笑う人、